今回取り上げるのがですね、書店は絶滅するのかということで、これさ、いつもあの大人で取り上げる本って、わー面白いとか、うわーすごい大変とかって思いながら一気に読むことが多いんだけど、これは一気に読めなかったわ。辛くて悲しくて、ちょっとずつちょっとずつ読んで、はあ、ため息をついてはまた読んでっていう感じで、超悲しい世界でした。はい、こんばんは、下平です。こんばんは、吉水野です。こんばんは、早川由美です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、とうとう250回ですね。すごいです。すごいね。午後25ですよ。本当ですね、よくわかんないけど、5年足掛け、もう6年。あ、そうだね。そっか。まあ、それで今回取り上げるのがですね、書店は絶滅するのかということで、この本ですね、2028年街から書店が消える日という、小島俊一さんっていう元取り次ぎにいた人が書いた本なんだよね。で、まあ、元出版版元は、プレジデント社、うんうんうん、これさ、いつもあの大人で取り上げる本って、わあ面白いとか、うわすごい大変とかって思いながら一気に読むことが多いんだけど、うん、これは一気に読めなかったわ。辛くて悲しくて、ちょっとずつちょっとずつ読んで、はあ、ため息をついてはまた読んでっていう感じで、超悲しい世界でした。まあ、一つ一つ考えさせられながら、ああでもない、こうでもないとかね、いろんなこと考えますよね、関係者。ある。そっか、もうまさにね、出版業界というか、伊田さん。このね、帯にちょうど僕らもね、あの去年ぐらいかな、あの有林堂の本店を借りて、うん、あの撮影しましたが、まさに有林堂の社長がね、本は大切です、だから守ってくださいは通用しないというね。切ないね。たださ、この本の中でも言ってるじゃない。畳は日本の文化です、畳がなくなったら困るでしょう、なんとかしてください、守ってください、うん、それはちょっとしんどいとは思うけど、うん、日本の文化っていうだけじゃなくて、知的なレベルとかさ、そうそうそう、日本人の能力を担保するものだから、うん、本が本当にダメになったら日本人も一斉にバカになるんだよね、うんうん、それはそれは大変だ、なんとか守らないと本当はいけないと思うよ。そうですね、うん、でもそのことにやっぱり気づいてないというか、ただ本屋がなくなる、うん、本がなくなるっていうことだけにちょっとフォーカスしすぎちゃってたなって今ハッとさせられました。だからやっぱり読む人によってね、イラさんもちろんおっしゃったように、うん、はぁ、あ、ため息ってあってますけど、うん、なんか僕なんかはいろんな、これもできんじゃないか、あれもできんじゃないかとか、うん、まあ絵に描いた餅かもしれないけど、うん、いろんなこうなんか妄想想像が膨らむか、ある意味ちょっとクリエイティブな本かなと僕は思いました、ね、そうだね。ただもう本当に日本の今本屋さん書店が置かれている状況がめちゃめちゃ厳しくて、うん、基本的には、今書店っていうのは絶滅危惧業種なんだよね、うん、レッドなんとかに、ね、そう、もう単純に言えばさ、紀ノ国屋とか蔦屋って日本最大の書店じゃない、最大クラスの、うんうん、このビッグツーでさえ書店の販売では赤字なんだよね。そうすると儲かってない。そう。そう。だからそれ以外の図書館とか公共のもの、うん、学校図書館とかの納入でなんとか稼いでいるだけで、書店のみでは最大手でめちゃめちゃ頑張っても赤字だっていう、うん、ここだよね、うん、一本と厳しい、うん、でちなみに書店の数は最盛期の2万5000から1万1000-56%。すごいな。何年間で？これも大体売り上げがピークの時と重なってるから、そのちょっと後ぐらいなんで、うん、97年から、22年ぐらいまでじゃない、うん、まあ、この20年ぐらいで。弱ぐらい。うん、でも半分以上消えた。うん、で、出版の売り上げは、僕がデビューする前の96年がピークで、そこからちょうど半分、22年で。ね、常々おっしゃってましたけど、うん、今回それもグラフとかでね、そう、図示されてました、ね。だから考えたら僕、デビューしてからずっと出版とか本の売り上げが下がり続けている中で、うん、なあ、なんとか続けてたって感じだよね。不思議だよね。で、ちなみに、この本の予想では、2028年ぐらいがもうギリじゃないか。恐竜と同じように全ての書店が街から消えて絶滅するんじゃないかっていうふうに言ってます。もうすぐじゃないですか。すぐだよね。でもなんかね、うん、あの、それを、まあ、ある意味如実にというかね、うん、あの、吉見さん、なんで本違うんですかっていう。これが、いや、でもこれがね、笑い事じゃなくて、実はなぜかっていうのを言ってください。いや、そうなんです。あの、買いに行ったんですよ、はい、本屋さんに、うん。で、あの、書店が消える日っていうタイトルだから、これは本屋応援しなきゃと思って、本屋さんに本を買いに行ったんだけど、いくら探してもこの本が見つからなくて。切ないよな。そう、なんか書店が消えるからみんなでこの書店盛り上げようよっていうことの、うん、本の方が先に消えないと発信になるはずの本がもうそもそも置いてなくて、で、まあ Amazon で注文しようとしたらもうちょっとこれしか手に入らなかったっていう、
あの感じなんですけど、うん、まあでもこれもすごい素敵な本だったとよく考えさせられる。その出版社さんはね結構エッジの立ってる多分本。そうブループリントさんっていう出版社なんですけど、ねうんうん、でちなみに、本ってみんなあのどういうようなもうスタイルになってるのかっていうのはもうほとんどみんな知らないと思うんだよね、うんうん、例えば定価1000円海外のさミステリーって最近高いじゃない。あれはあの、うん、アドバンスで向こうの作家に初版の分からいくら出しますよっていう先渡しの印税があるんだけど、うん、それが値上がりしているのとあとは円安でドルベースで変わってなくてももう円安で上がっちゃうのでアドバンスが上がってるんで定価が上がってるんだよね。でも海外のミステリー今1冊100円は珍しくない、うん、だから1000円の本の中身はっていうと出版社が700円で下ろす、うん、でそれの間にここ今書いてないんだけど、はい、取り次ぎっていう本の流通をやってるところがあるのよ、うん、ここが70円取る、うん、でそれが700円が770円になって書店に行き本屋さんの儲けは230円なの。でこれは本当に安いんだよね。コンビニは普通 30% で普通の雑貨は 35% で洋服とかは実は60% とか儲かるわけ。あ、なるほど。だから期末のセールでさ、うん、半額セールとか 40% 引きでもちゃんと利益が残る設定になってるわけ洋服なんかは、うんうん、そう考えると洋服って本当ボロいよね。確かにそうですね、うん、だから書店の場合はもともと低いこの利幅でしかも本当に回らないんです、うん、これ230円で町の書店が家賃とかその、うん、そうだからそれはこれを見ないといけないわけよ。月に何冊売れるかじゃなくて、はい、年に全在庫が何回転するかっていう数字は出てるわけ。あ、そういう考え方、ね、そうでコンビニはなんと年に30回転もする。なるほど。でコンビニってさあそこ中ぐらいの規模のコンビニで全部で800万なんだって。800万が30回転83 2億4000万。すごい。そんなにするの。 2.4 億だよ。これすごくない、うん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 、だからコンビニは儲かる最高のビジネスモデルですね。そうで書店はなんだかんだ言って年に2から3しか回らないの。そうなんだ。単価はもちろんコンビニより高いよ。一番安いやつでも 4,500 円はするから、うん、でも2回から3回しか回らないとなるとさちょっとねっていう。今出たコンビニなんですけど、うん、私が読んだこの山内さんのルポ書店危機っていう山内孝則さん孝則さんの書店、うん、ルポ書店危機ってやつなんですけど、うん、その中でそのコンビニの話はちょうど出てきてて、うん、取り次ぎ大手の日本出版販売日版ね日版がコンビニエンスストアに雑誌や書籍を配送する事業を2025年2月に終了するという、うんうん、でファミリーマートとローソン計約3万店に配送してるんですけどそれを全部なしにするっていう話なんですけど、うん、今もう全然やっぱコンビニでも本が売れなくて、うん、あのどん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 その書籍を置くスペースを作るぐらいだったら、うん、もうお菓子を置いた方がいいっていう、まあね、店舗さんも増えてるみたいな、まあ、要は回転が低いのと、うん、雑誌が今すごく売れなくなったでしょ、うんうんうん、雑誌が売れないっていうのは実は街の人にとって厳しいんだよね、うん、要は毎月毎月月のお給料みたいに入ってきていた雑誌の売り上げがもうピークの6割マイナスとかでもう2割3割4割になっちゃったからちょっと恐ろしいですね。なんかそのビジネスとして成り立たないくなっちゃってますもんね。今の形ではビジネスとしては本当に成り立たないの。でこの 23% の中でもうこの中でのさ取り分も決まってんのよ。そこからまた取り分があるんですね。うん、要するに人件費が 10% 家賃が 6% で水道光熱費、まあ水道はそんな使わないから光熱費が 1.5 とか、うん、でもこれ引いちゃうともう16の17とか18じゃない。超薄利ですよね。そうでこの上にさらに、電子マネーとかのクレジットとかのあれもやっぱり何パーセントも取るから本当そう手数料で数パーセント持ってかれるともうプラマイゼロになっちゃう。で光熱費電気代が上がるとなるともう赤字っていうもう構造的にやっていけないんだよね。でさらに本には付録物がついてるからその付録をね、そう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 書店員にやらせるという、うん、あとあのパックあるじゃない今漫画立ち読みできなくするようにパックやってるじゃない あれも全部書店でやってるからさあ確かにやってる。そんなの考えたらさあ本屋さんって本当に大変なんだな、うん、まあいつもお世話になってるけどでも今のこの状況ではやばいなもうこれから生き残っていく目がないよなって僕も正直思うんだよね、うん、どうしたらいいんだろうね本当ちょっと結構絶望的ですよね、うん、本当に。でも街から書店がなくなったら本当につまんないじゃん、うん、ちょっとストップするのにもいいしで特に最近はあの中規模の書店でも必ずほらカフェと一緒になってるから、うん、買った本を隣のカフェでのんびり見るとかさ、うん、できるじゃない、うんうんうん、ああいうのもありがたいしね、うん、今回、うん、さっきこの本が本屋で
手に入らなくってっていう話したんですけど、うん、そもそもその本屋さんに揃えるラインナップっていうのは、どういった方が決めてらっしゃるんですか？あのね、大手の書店とかで、自分たちでこれとこれが欲しいって言って発注する人も少数はいるんだけど、実際にはその取り次ぎっていうところでは今月号のセットですよ、おすすめですっていうのをバーンと送ってくるだけなの。あ、そうなんですか。そうだから本屋さんって楽は楽なのよ。へえ。売れ筋のものの詰め合わせセット、幕の内弁当みたいなのが段ボールで何十箱も来て、開けて並べて売れなくなったら段ボールに戻して取り次ぎに戻すことができるわけ。リスクもそうだよね。そう、委託販売制だから、うん、今回この本読んで初めて取り次ぎっていう、うん、業種っていうかがあるんだっていうことが、うん、を知ったんですけど、主にその取り次ぎさんがいろんなその本を調べるというか、うんうん、調べるっていうか、それを全国に配本しないといけないんだけど、うん、出版社ってどこも小さいじゃん、はいはいはい、だから全国に物を売るシステムを持ってないわけ、そもそも、うん、なので本の流通専門の、しかも売掛金の回収とかもやってくれるから、そういうのを全部含めて取り次ぎなので、あ、やっぱ取り次ぎが大きいんだよね、存在としては。なるほどです、ね、でも取り次ぎも、うん、もうこのプラス70円、うんうんうん、10% ぐらいの利益だともう全部赤なの。でも配送費とかも全部持ってるっていうことだから、そうそう、例えばその燃料費が上がったりとか人件費が上がったりとかしたら、だからトラックドライバー今少ないし、うんうん、ガソリンもすごく高いから全部赤字取り次ぎも、うん、だから僕も最初その取り次ぎの存在知らなくて、起業した直後に、まあやっぱりね、本の著者にインタビューしたりするんで、東販さんの結構チャレンジングな人と知り合って、一回か何回か東販行ったんですけど、めちゃくちゃでかいじゃないですか、会社自体。だから、いや、すごいなと思いつつ、あれだけでかいのを、ね、大変、これで維持するっていうのは、ちょっと厳しいな。だから売上がね、こうやって2兆6000億円とかあればさ、ね、そのうちの店舗が入ってくるっていうんで素晴らしいけど、もうそれが半減しちゃったからね、うん、まあ、でも本当に大変だよ、うんうん、でも本をその取り次ぎさんがウーバーみたいに書店に届けるみたいなことはやっぱ難しいんですよね。そのいや、それだと単価が逆に上がるよね。あ、そういうもん。トラックでまとめて配送するよりも、うん、ウーバーの小口でさ、ウーバーイーツは高いもんね。ノアさんがさ、うん、この本2028年消える日を注文して一冊届けてくれて、うん、じゃあここで単価プラス500円します、だから1700円の本は2200円でいいですかって言った時にさ、もう全然いいですよっていう人が何人いるかって話だよね。確かにそうですよね。まあでもなんかこの本には、うん、中心としてその地方の町の本屋さんがそのもうやっていけないっていうようなこと、ルポ書店機器の方には書いてあったんですけど、もうそもそも取り次ぎさんからその本が下ろされないというか、うん、人気な本とか売れそうな本っていうのがもう発売日にまず手に入らないし、要するにさ、うん、人気の本って言ってもさ、そんなにめちゃめちゃ吸ってるわけじゃないのよ、うんうんうん、だから例えば1万1000点だから1万冊すれば1冊ずつだったら全部には回るんだけど、うん、紀ノ国屋に1冊で済むかって話なの、ね、例えば春樹さんの新しい文庫が出た、うん、じゃあ1冊でいいの、いや紀ノ国屋だったら2000冊くださいよって言ったりするじゃん、うんうん、ってことになると地方の書店や小さい書店には人気の本とか話題の本はほぼ行かないって間違いないんだよね。でなんかその注文できるんですよね、なんかインターネットとか一応できる。 でもそれも常にその発売未定というか、うん、発売未定じゃないだから分かんない、在庫がないっていう在庫がないし、発売日になった時にもらえるかどうか発売日に分かるみたいな世界なの、うんうんうん、だからものすごくそういう意味では古いんだけど、でも仕方ないんだよね、うん、そのシステムなので。なるほど。でそれをみんなでなんとか変えようっていうようなことをこの本ではいろいろ、なんとか書店が利益を上げるには何をするべきかってことが延々と30人分のインタビューで入ってるんだけど、うんうん、それが結構しんどいのよ、うん、やっぱ結構アイデアは皆さんお持ちなんですか？アイデアはお持ちです。で頑張ってる人は死ぬほど頑張ってる。そう、ね、でちゃんとうまくいってるところも少数ながらあるんだけど、それでも基本的にものすごく優秀な人が死ぬほど頑張ってなんとか続けられるレベルなの、うん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 、ものすごく頑張ってる人が愛と才能にあふれた人、ね、イーロンマスクみたいになんないのよ、日本の書店の状況では。なるほど。それがもうしんどいんだよね。なんか私今回の問題って、うん、書店がなくなるっていうのも一つそうなのかもしれないんですけど、うん、もうそもそも日本人が本を手に取る機会がまず減ってるっていうことの方がなんか重要なのかなって思ったんですが、その究極書店ってもしかしたら本当に消えてしまう日が来ても、うんうん、本がどっかで手に入れば本自体は残っていくっていうことにはなると思うんですけど。ならないね。
ならないんですね、うん、その時には例えばフランスの本みたいに、うん、ちょっとした人文書とかいい文学書とかは、うん、1冊5000とか7000円になって、うん、国全部で1000部から2000部売れて専門家の間で評価されておしまいみたいな世界になる。まあでも最近本当になんかいい本だなと思って書評とか見て買おうとするとすでにもうね5000とか6000とか出てきてますよね、うん、ザラにあるね。でまあここ無料部分の最後のところでじゃあ世界はどうなのかっていうのを一つだけ見ておきましょう、はい、やっぱね日本はこうやって貧すればどうするでものすごいひどい状況になってるけど、うん、世界は全然違うんですよって話、ね2022年アメリカの出版業界の売上11兆8000億円日本の10倍です。日本の人口の3倍なのでだから日本だったら今4兆円売れてればアメリカと同じ、うん、4兆円って丸々3倍じゃない、うん、4兆円売れたら素晴らしいよね。作家も億万長者続出、うん、でドイツは人口が日本の3分の2だけど売上は日本よりはるかに多い 1.6 兆円、うん、で、日本だったら 2.4 兆円今の倍売れればドイツ並みになる。アメリカになるには3倍、ドイツさえまあ 2.2 倍弱ぐらいで、ちなみに日本は本は全部絶滅危惧種でもう潰れるよって言ってるけど、うん、アメリカは売上も店舗数もアップしてます、うん、要するにものすごく元気だってこと、出版業界が。これは日本は 1.3 兆円今22年の、うん、全部22年売上だと 1.3 兆円になってる、うん、これはもう下がっちゃってる状況ってことですよね。だら下がり、前世紀はもっとあったっ、うん、そう 2.6 だからね、半分になって、あでこの状況だとだからもうこれ見たら明らかにさ、うわ日本やばいし終わってるって思うじゃない、うん、なので結局まあこの後いろいろ話すけどね、流通を変えるとか単価を上げるとかって、うん、なんとか本屋さんが儲かるようにしようってアイデアをみんな出してるんだけど、うん、結局はさ国民全員でもう貧すればどんするバカになる、貧乏だからバカになるっていうことをやってんのよそっか、うん、これじゃあまあね本編でこの後たっぷりですけど石田イラ的にはこれどういう立場からね、うん、あの物を言うかで全然変わってくるんですけど、イラさんとしては一言まあ何か結論、僕の一言としてはおとらじを見てる人は心配ない、みんな本読んでるしサブスクのお金払ってるぐらいセンスがいいからさ、でもそれ以外の人たちは本当にやばい。うん、あそれはじゃあ読者に対するあれですね、うん、そう、あとは僕個人で言えば僕は紙の本がと CD とか好きなので、うん、これからも一生買い続けます、うん、バカバカ買いますもう個人的な抵抗運動だね、レジスタンスするしかないよ、個々の人間がレジスタンスする、で本を読んで豊かになるっていうのを見せつけるしかないと思う、他のやつ、うん、あいつらなんで優秀なんだろう、なんで金儲かってるんだろう、ああそうか本を読んでるからだってみんながコンセンサスを持ったら、このアメリカみたいに日本の本の売り上げも4兆円になると思う、3倍に、もうそれをやるしかないな、もうこういうさ小細工やっても無駄なんだよね、文房具売るとか雑貨売る、それは経営にはちょっとプラスになるけど本は売れないじゃん、そんなことやっても本を売るシステムをなんとか生き延び出せるだけで、そのそういう意味ではまあちょっと僕はあんまなくなっちゃうんですけど、イラさんのとしてはその書店っていう形としては、うん、やっぱりもうそこは相対的に見ると厳しいってことですね。だから TSUTAYAとか紀伊国屋みたいなところで頑張ってもらって、なんとか本を届ける街でのルートを残した上で、あとはもう必死にみんなで頑張るしかないな、うん、っていうよりみんなが必死に読んだ方がいいと思う。でも本当に読まないとバカになるからね、ネットの情報ってもう断片だからつながりとかないし、あれではちゃんと考えることができないので、うん、なんか僕その裏表になっちゃいますけど、やっぱりね、あの街のタバコ屋さんのビジネスモデル本当に詳しいわけじゃないですけど、うん、昨日ふとまだ古いタバコ屋さんあって、うん、おじいちゃんがこうタバコこうトントンってやって売って、そのまままた窓閉じて、うん、これ成り立ってるのかなと思ったんですけどね、あ、まあ、タバコも当然吸う人減ってきてるわけで、でも昔はそれだけでもかなり成り立ったわけですよね、うん、ある意味本屋さんも本当にさっきの話ですけど、なんとかセットみたいなので、うん、それやって売れなかったらで成り立ってたわけですよね、うん、だからなんかそれがもう厳しくなってきたから、やっぱり書店も起業すべしっていうかね、なんかもう そこなのかなっていうのは思うんですけどね。いやでも厳しいよね、うん、ただそのアイデアがすごい厳しい状況の中での起業だから、そう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 、いやだから逆に言うと本当にさっきおっしゃったようにね、大手のところと本当にここにも出てくる志ある、うん、独立系の書店がね頑張ってもらえるとってことだよね。ちょっといろいろまた本編で話せればと思います、うんうん、はい、はい、ではここでお便りご質問お願いします、うん、はい、YouTube のコメントです。シャープ248、童貞男子集団 VS
フェミニズムグループの対立を描くシリーズ第20弾男女最終戦争、うん、池袋ウエストゲートパーク、うん、20でいいのかな、うん、を語り尽くしますの回にコメントいただいています。お、はい、20巻目も最高でした。記憶を消してもう一度読みたいと思える作品は IWGP だけです、うん、気が早いですが21巻目も楽しみにしていますということと、うん、あと別の方で、買おうと思ったけどそんなにあるんだ、神の呪われた子が気になります、でも一から読んだ方が良さそうですよね。ね、関係ないよ言ってましたよね、うん、男女、最終戦争はドロドロ展開になりそうということでおっしゃっていただいてますけど、うん、途中からでも ね全然いいです、ね、全然いいし、ね、もう先週さ週末にさ締め切りがあって第21巻目のやつ書いたんだけど それが超しんどくてさ、あらどういうこの前ほら対談したじゃん、はいはいはい、あの新人作家の彼と、はいはい、でその時にお題がさサウナ、はい、発展バー、はい、それからロマンス詐欺みたいな3台だったの。その3つを入れて書くってことになって、はい、なるほどなるほど、池袋そうすごい、そのお題をもらったからじゃあそれで書くよって言って書いたんだけど、やっぱ LGBT の扱いが今微妙ですごい難しいから、それでなかなか苦戦した、もう久々に朝3時まで書いたもん、煮詰まって、わすごい、でも面白かったよ。でも楽しみですね。ね、そう、あの池袋にある、ゲイの発展場でロマンス詐欺が起こるって話です。すごいな。そういうことですよね。すごいな。どう調理されたか。いや、本当ですね、僕もあの裸でタオルを一本持って、ゲイの発展場に潜入します。本当ですか。なかなか骨のある話ですね。リリースは来年の秋なんでね。わ、超楽しみ。その前にそのオール読み物で読みますけどね。はい。はい。はい、で次質問です。高尾さん、30代の男性からいただいています。はじめまして。人の話し方にイライラしてしまうのに悩んでいます。何を言いたいのかわからない、うん。なかなか結論にたどり着かない話し方を聞いていると冷静でいられなくなってしまいます。真剣に耳を傾けるほどイライラするので、半分上の空で聞くようにしているのですが、それはそれでストレスがたまり、結局イライラします、うん。みんなが石田イラさんのようにうまく話せれば幸せなのでしょうが、そうもいかないですよね。どうすれば人の話し方にイライラしなくて済むでしょうか。石田イラさんは人の話し方にイライラすることありますか。あとイラさん流の話し方の極意みたいなものがあれば教えてほしいです。これさ、うん、もうね回転の速さとか論理構成の力って人それぞれバラバラだから、うん、すごくそうやって遅くてぐるぐる回る人にはああこの人は大変なんだな、これからどこに行くのかなって優しい目で見てあげた方がいいと思う。高尾さんちょっと頭がいいから早いんでしょうね。そうだから、でもひろゆきみたいになったら人生大変じゃん、うん、あんな風にならずに優しく見た方がいいよ。だって世の中の大抵の人は高尾さんよりさ遅いんだから、それはもういいんだよそれで。だってウサウィンボルトがみんななんで足が遅いんだって言って全員のことをおごって回ったらさ、まあ、ね、60億人おごんないといけないんだよそれ辛いじゃん人生生きていたら、うんうん、なのでたまたま足が速いとかたまたま背が高い、たまたま高尾さんは、論理を操るのが得意だった、でも他の人には他の得意なものがあるんだよねっていう気持ちで見ればいいんじゃない。いやでもやっぱブッダですよ石田先生だって頭の回転早いけど、うん、でも要はそのゆっくりの人の目線にも立てるわけですよね。でもそうするしか無理じゃん。だって社会とか会社とかだったら上司がバカだったりするんだからそうですよね、まあ、イライラした経験はあるわけですね。もちろんあるけど若い時は、うん、でもそういうだからやっぱ会社には無理だったね自分よりだからもうあれと一緒、昔の江本とベンチがアホやから野球やってられへんっていう、そうだから自分よりアホな上司には仕事がやっぱちょっと見つかって無理だったな。だからまあ今優しいもちろんいい話もありましたけど、うん、現実的にはまあイラさんの場合は何だろう、フリーランスになったとなってある程度周りも会う人を選んでるみたいなとかやっぱありますよ、うんうん、だから俺らまとめ方早いんだよ。じゃあいやいやそうではないと思うんですけどでもなんかその許せるっていうことも一つなんか大人になるっていうことなのかなって思うんですけど、うんうん、なんか昔そのやっぱ許せないことってなんでこうなんだろう、自分と違うことを、うん、自分と違う人だったり自分ができてることをできない人に対してなんかこうイライラしたりとか、うんうんね、もどかしい気持ちになっちゃうっていたことをなんか許せていけるようになるっていうのもなんか一つ人生の楽しみっていうか成長っていうか、そうだね、うん、それも多分成長だと思う、ね、そんなことだったりするのか、うん、あとロジックに話すっていうやり方だけどあんまり難しいことは考えなくていいんだよね、うん、まず最初に結論を言う、うん、それを分かりやすくした形でもう一回結論を言う。でもその分かりやすくした形っていうのが分かんないんですよね、なんか、うん、だからその2回結論を言った後でなぜならばっていうのでつなげていくと、うん論理的になります、うん、誰でもね、うん
そうなんだ。まだ1回のトークでね、1つしか言わないとかね、あれもこれもって言おうとするとなかなか、そう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 、あれもこれもっていう人ってまとまってないからなんで、最初の結論を1個言って、うん、そこにたどり着くロジックを言ったら、そこで話を人に投げるのがいいんだよね。例えばなんですけど、うん、私の仕事って、うん、あの声優さんのキャスティングですっていうと、うん、キャスティングって何って大体言われるんですよ、うんうんうん、でもキャスティングをじゃあ小学生にあの話すように分かりやすく説明してごらんって言われるんですけど、もうそれがよく分かんないみたいな。これは本当に難しいんですよいいですか。ただ有名で人が集まる人気がある声優だけをキャスティングしようとしても無理なんです、うん、スケジュールが合う合わないがある、キャスト同士での、仲の良い悪いがある、うん、事務所の絡みで問題がある、でもうこの人は売りたいとか、この人を売りたくないみたいなことも当然ある、でマネージャーの絡みもある、その上で演出陣とかでスタッフ全部からの評判みたいなものも業界の中でできている、それらの点数を全部合わせて理想的なワンパッケージを作るって超大変じゃない。キャスティングってそういうことなんです、うん、で説明するといいよそれをそれがで今のイラさんみたいに、うん、私は話せないから、その企業と声優事務所をマッチングさせる仕事をしてますっていうと、ああ、まあでもそれぐらいでいいよね。でも本当のことは分かんないんで、それだと。そうそう、なるんですけど、うん、なんかすごい難しいなって。本当のキャスティングがこっちなのよ。そうなんです。そう。まあスケジュール合わせたけど大変だからね、まず。イラさんが、うん、まあ、上手に説明してくれたんで、皆さんにはちょっと伝わったかもしれないです。うん、すいません。はい、ありがとうございます。そして、お知らせさせてください。以前、イラさんがね、本紹介でアメリカの地の巨人、ケビン・ケリーさん、ワイヤーズの編集長の、本、生きるための最高の知恵、ご紹介くださいましたけども、僕がですね、なんとかインタビューにこぎつけてですね、インタビューさせていただいてきました。まあ、彼のね、その本と、あと、クリエイティビティ、インスピレーション、まあ、創造の源泉と、これからのテクノロジーについて、たっぷりお話伺いましたので、まあ、リンク貼っとくので、よかったら見ていただけたら嬉しいです。さあ、そしてこの後本編ですね、はい、番組は4通りご視聴法があります、YouTube メンバーシップ、そして、Apple Podcast サブスクリプション、これちょっと新しい情報です。今まで Apple Podcast っていうとみんな iPhone とか、うん、ちょっと Android の人関係ないかったじゃないですか、うん、実はですね、アップデートされて Android ユーザーとか、うん、Web につながってる人であれば誰でも、聞けるようになりましたので、うん、いわゆる YouTube じゃなくてね、やっぱり音声で聞きたいっていう方もこの完全版いると思うので、ぜひ Apple Podcast の方で聞いていただけたらと思います、はい、そしていつものようにニコニコ動画 audiobook.jp でもお聞きいただけますので、お好みの方法でご視聴いただけたらと思います、うん、こちらの概要欄をご覧ください、はい、それでは本編で。出版社さんって直営で本屋さんってやってはいけないルールでもあるんですか？そんなことはないけど、やってないよね。要するにヒエラルキーがあるんだよ。新聞社とか出版社は、うん、特に大手の場合はエリート商売なの。お客さんに頭を下げて本を売るみたいなことをもうずっとしてこなかったの。現場で売るのは本屋の人たちの仕事でしょ、うん、で流通に関しても取り次ぎに任せて、要は作って入れたらもうそれでおしまい。その後何かをやるって言っても、たまに新聞広告打つぐらいしか何もやってこなかったんだよ。それで売れてたからよかったの、うん、ただそれがもうダメなんだよね。でもこことは結構相性いいなと思ってて、うん、さあもうここら辺で暗い話はやめて明るい展望で、ノーさんとはどうする？私はもうずっと決めてて、うん、やるんだったら絶対 BL です。 BL 本か。ドラマ CD っていうのが BL にはついてるんですね。それのがちょっと目はあるね。 BL 専門書店、書店の名前は何にしましょうかね。あ、こんなのはボーイズブックスボーイズブックスね。 BB です。いいかもしれないですね。いいね、これいいね、ちょっと